Listen to the thunder echoing. I imagine what's about to happen. Can I do? I'm gonna lose. There's more to this life than what's in my brain. And somebody said to me, No, I wait to やっぱニューヨークもそうなんですけど、もう一つはやっぱ LA のベニスビーチなんで、全世界のバスケットボーラーが絶対来たい場所なんで、もう一回改めて来てね、どんな気持ちになるかちょっと知りたい。うわーやばい、ベニスビーチでございます。ベニスビーチでございます。いや全然景色違うわ、やっぱ俺もう全然金持ってないから、ちょっとね、うわ
ました。Oh no, oh doing that. Oh, you just went right that way. Oh. He's a subscriber. Got it. I knew I recognized you because I used to watch this type of videos. Really? Oh, nice to meet you. Nice to meet you. Amazing だったよ俺。あれ一歩踏み出してみたら有名やった。こんなことあるぜ、 LA 来たらみんな。そうっすね、かましましたね。いやー、まあ1回来たことあるんですけど2回目なんですよ。でも初めて来た感覚っす。もう本当にいろんな成長してまたこう来てみると全然景色がフレッシュっていうか、初めて来たっていう感覚。コロナの前はアジアを中心に回ってきてアジアでは自信があったんですけど、本当子供みたいな時にこう武者修行で来てたんで全然力発揮できなくて受け入れられなくて、アメリカに本当はアジアにしようかなとかそういう気持ちもあったけど、やっぱここで自分の気持ちと戦って乗り越えたらなんかまた自分はもっとステップアップできるんじゃないかなって思って、あえて不得意だった LA をやってやろうっていう気持ちで LA にしました。
僕自身びっくりしましたね。思った以上に周りが反応して、あれこんな感じじゃなかったぞっていう、前来た時は。まあコロナ禍、そして来てない間に僕が日本だったりアジアで頑張ってきたことがアメリカでも広がってたっていうのも感じれて、こんなに受け入れられてちょっと勘違いしちゃいそうっすねアメリカは厳しいぞっていう気持ちで来たんで、まあ、まあまだ来たばっかなんで分かんないけど、ファーストアタックは成功ということです。めちゃくちゃうまそう、美味しそう。最高。Thank you, dude. Very nice.涙流すにはまだ早いね。やばない、目焼けない、こんなことある、初めての体験です、こんな砂嵐。そうですね、この旅、あの瞬間はやべえって思いました。あの時はもう必死だったから、うわ断られてやべえ、でもそれもちっぺやできて、かますって言ってきて、いやこれ時間置けば置くほどやばいことになるって思って、速攻横行って、結構ここ苦手意識のあったアメリカが、多分以前だったら僕は断られて逃げて、ちっぺやにサポートされてきてるし、みんなも見てるしっていうプレッシャーのおかげで、こう一歩踏み出せたってのもあったっすね。やっぱアメリカは怖いっていう自分がずっとあって、でもそれはみんな知らなくて、バグすごいね、バグすごいね。まだまだなんですけど、業界の中ではすごいね、すごいねってなってて、でも俺だけは分かってるみたいな。一個克服できてないことがあるみたいな。
なんかその自分の隠してる部分を克服できたっていうのがめっちゃ嬉しい。いやー泣いちゃった。God is love。え、やばすごいよ。すごいね。これ、こういうの夢で見たことあるわ。神のお告げで作ったんすか。飛行機あります。みんなも見たでしょ、これとてつもないね。このなんかいい悪いとかそういうのじゃなくて、だってこういうのとかさ、えぐいって言ったらえぐいでそれまでなんだけどさ、あれをああやって並べてる熱がさ、エネルギーがちょっとえぐかった。パワーもらった。もうこれ一日潰れるんだな。100年以上の歴史がある、まあ、クラシックジャージ、あの NBA ジャージといえばミッチェルっていう、ちょっとお話ができるっていうのは嬉しいし、そこから何が生まれるか。僕が所属してるサムライボーラーズっていうチームのボールです。これをプレゼントしたいなと喜んでます。It looks good. Yeah. Chris. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Cool.
リッチランドネスです。で、ジョーダンのオリンピック、ここから新しいデザインが生まれる。ハロー、こんにちは。ハロー、こんにちは。
念願の NBA の試合は見れるところで初めて見れるんですよ。本場のアメリカでの NBA はまだ一回も見たことがないんでめっちゃ楽しみですね。一回そこで俺はやるんだっていう気持ちで見るのと同時にもう純粋に楽しめたら。はい、着きました。今日は、レイカーズ戦をレイカーズ対クリッパーズ NBA 見ていきたいと思います。ハーフタイムショーまだ。今は、レイカーズ少し負けております。なんですって？厳しい戦い。終わったぜ。本当に良かったね。これ超やばかったんだよね、この景色が。俺が最初にあの NBA の会場に入って見た景色ね。やばい。うわっ。上までもうパンパンなの、マジで。ここか、俺が目指してたとこはみたいな。でそこで中央見るよね。中央で踊りたいって思ってるわけだから。ちゃんと肉眼で見て近く感じた。その出る時のショーの構成みたいなのはあの見えるよね。こうやったら絶対こう楽しませられるっていうのは、今年2023年絶対にハーフタイムショー出ます。僕見ててください。応援してください。よろしくお願いします。いろんな感情になった3日間でしたね。ぐっちゃぐちゃっすぐっちゃぐちゃいい3日間だった本当に、まあ自分の翼を探す旅っていうテーマにもあるよね。これからいろんな人が多分このプロジェクトで僕のようにこうやって旅してこう自分の翼をっていう感じで探していくと思うんですけど、このプロジェクトは自分を見つけるきっかけになるプロジェクトだと思います。本当それぞれの自分次第だと思います。みんなに見せたかったなかった自分、みんなに見せてこなかった自分っていうものがなくなりました。きっかけをもらったって感じです。本当に、最後まで視聴ありがとうございました。皆さんもぜひ、一歩踏み出すだけでいいんできっと何かが見つかるはず。みんな一緒に頑張りましょう。